はい、どうも、Bレジェンド柿谷です。本日はですね、この Bレジェンドのこの3つのグッズを使ってトレーニングをしていきたいと思います。まず最初はこちら、Bレジェンドストレッチローラーですね。ストレッチローラーで体をほぐして、であと、これもね、聞いちゃってるんですけれども、Bレジェンドマッチョ29のプッシュアップバーを使って胸と腕のトレーニング、そして最後は、これ、マッチョ29と Bレジェンドのコラボの腹筋ローラーを使って、腹筋ですね、やっていきたいと思います。はい、まず最初は、ストレッチローラーで、ストレッチからやっていきたいと思います。もうちょっとね、体全体伸ばします。こんな感じでね、胸とか腰とか背中とか当てながらこうコロコロします。お尻もね、こういう感じでコロコロします。痛いですね。はい、で足もこういう感じでね、はい、こんな感じで痛いですけど、とりあえずストレッチ終了。では次に腹筋ローラーいきたいと思います。しんどい。はい、腹筋ローラー、最後はプッシュアップバーで。幅を狭くすることで三頭に効かせます。三頭、この二の腕に。あとリバースプッシュアップ、
ストレッチが4分で、今トレーニング、まあちょびっとインターバルも入れて、5分ぐらいでやってますが、もう5分でも結構ね効きますので、もう今の3つは自宅でも使っていただくことができると思うので、ぜひですねこのビールジェンドマッチョ29、腹筋ローラーと、これも消えちゃってるけど、マッチョ29ビールジェンドプッシュアップバーと、でこのビールジェンドマッチョ29のストレッチローラーでですね、トレーニングしていただければですね、ご自宅でも納得のトレーニングができるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん自宅でも頑張ってみてください。それでは、